キンプリ、集結飛べ生配信にとてつもない匂わせで一人だけ外された理由。10月15日、滝沢秀明が代表を務める飛べの YouTube チャンネルが生配信を行い、元キングプリンス、イカキンプリ、シユうの合流。 そして先に所属していた平野耀と神宮寺ゆうと共に新グループナンバーアイナンバーアイを結成することが発表された。金プリとして共に活動していた仲間の再集結を喜ぶファンは多いが、ジャニーズ時代のファンからは複雑な声も寄せられているという。 応援できないジャニーズは10月17日創業者ジャニー北川氏による性加害問題を受けて社名をスマイルアップ、スマイルアップに変更しましたが、長瀬廉さんと高橋海人さんは同事務所に所属したまま、金プリとして活動を続けています。 グループ名を残すために身を置く決断をした二人を支持するファンも多く、ナンバーアイの結成についてネット上では取り残された二人が可哀想など、素直に喜ぶことができないという意見も寄せられています。芸能ライター、X、旧ツイッターでは、金プリを抜けてまでやりたいことって三人でのグループ結成なのごめんさすがに、応援できないかも。 すんごい分裂劇。裏切りじゃん。まるで金プリが嫌だったみたい。やってることがダサすぎる。など、否定的な声が多数。その背景には、発表のタイミングも関係していた。文字の色が。岸さんはこれまでも出演してきた日本テレビ経済鉄腕ダッシュに、都米への合流を発表した15日も出演。 ただ、発表の生配信が行われたのは、同番組の放送のわずか30分前でした。狙ったかのようなこのタイミングに対して、一部からずっとお世話になってきた番組なのに非常識すぎるドン引きしたという意見が、 とはいえ、騎さんは生配信の最後で番組のことをしっかり告知していましたし、元ジャニーが退除直後にも継続して番組に出演できることに関しては、いわゆる忖度がなくなってきているという見方もあります。前で芸能ライター。ファンの間でも様々な意見が飛び交っている元金プリメンバーの動向。 そんな中、騎士が合流を発表した生配信の映像について、わずか一瞬だけ映ったシーンが話題になっているという。配信中騎士さんを紹介するシーンで彼の名前がローマ字で表示された際、最初の文字が赤ラお黒きになっていました。赤は平野さん、青は神宮寺さん、黒は長瀬さん。 木は高橋さんの金プリ時代のメンバーカラーであることから、岸さんの名前を含めて5人集結の匂わせでは、と騒がれているんです。戸辺の代表滝沢さんは、SNS や動画でこれまでも様々な匂わせをしてきましたが、これが本当に匂わせならいつの日か長瀬さんと高橋さんも同事務所に交流することに、疑問符と、ファンは騒然としています。 スポーツ上記者。滝沢による飛べの匂わせについては、騎士の合流を発表する前のインスタグラム投稿も話題となっている。先頭で、平野が赤い、ゆ、の文字、神宮寺が青い、ゆ、の文字と写っている写真で、これらは彼らのメンバーカラーであるとともに、合わせて騎士のメンバーカラー紫の、ゆう、ゆうたの、ゆ、を示していたと言われている。 全員集結じゃないんだ5人集結を思わせる情報にファンの気持ちは揺れているがそこには当然気になる存在が同じく元メンバーの岩橋玄樹さんですよ2018年10月に発表したパニック障害の治療のための休養からグループに復帰することなく2021年3月いっぱいで脱退事務所を退所した岩橋さんは その後ソロアーキストとして少しずつ活動を再開しています。彼のメンバーカラーはピンクでしたが、5人の集結がささやかれているシーンにその色はなかった。ネット上では全員集結じゃないんだ金プリは6人なのにという声が寄せられていますが、岩橋さんはこのところ両腕にイカついたトゥーがびっしり入っている姿が話題になっていて、 他の5人とは明らかに方向性が異なっていることから合流は難しいとする見られ方もあります。同スポーツ上記者。ネット上では岩橋のカラーが不在だったことについて、金プリに合わせ面からするなら岩橋のピンク入れてくれよ。一人だけ外されてるじゃんタトゥーバチバチに入ってるしもう一緒にやることはないってことなのか、な。 など、匂わせの裏側を推察するコメントが寄せられている。ナンバーアイとして新たな道を歩み始めた3人と、キンプリの名を残した2人。そして、かつて共に活動した1人のメンバー。全員の姿が揃って見られる日は来るのか